バカ息子落書き騒動から続く江住真紀子のお騒がせ遍歴今度は息子の母校と訴訟沙汰地球は誰のためにあると思う自分のためだよ1998年に放送が始まった「諸虫にフジテレビ系」第1シリーズは平均視聴率21.8%ビデオリサーチ調べ関東地区を叩き出した伝説的なドラマだった 庶務にとは庶務にかの略で社内の役に立たない社員が島流しのように流される部署のことそこに集まる女性社員6名が活躍するストーリーでリーダー役を演じたのがエスミマキコ56だった冒頭の言葉は彼女の決めセリフだ当時エスミはかっこいい女性の象徴として絶大な人気があったが今 同じセリフをエスミが目の前で口走ったら軽く恐怖を感じる人もいそうだエスミの息子が通っていたインターナショナルスクールと訴訟沙汰になっていることを発売中の「フライデーが報じ世間に大きな衝撃が走っているかつてエスミは「ショムに、で見られたようなかっこいい女性の象徴であり「自然体」という言葉を生むほど 彼女の生き方は女性だけにとどまらず男性サラリーマンなどにも大きな影響を与えたバラエティ番組では可愛いい一面やユーモラスな一面も見せてお茶の間の人気者として引っ張りだこになったが長嶋一茂との落書きトラブル12年末 長女が通っていた名門私立小学校のママ友問題を発端に長嶋一茂さんの自宅にバカ息子と当時のマネジャーに落書きさせた疑惑が浮上しエスミさんのイメージが失墜17年には夫との別居と実業家の男性との不倫疑惑が報じられ芸能界引退を発表しましたあれから6年経って今回の騒動です 江角さんはフライデーの取材に毅然とした態度で受け答えしていますが、さすがにこれだけ騒動が続くと彼女にも何か問題があるのではと見る人もいます。例えば、女性誌が報じた、エスミと実業家男性との不倫疑惑では、深夜の住宅街で手をつないで歩いている写真を撮られた。相手の男性は、 投資詐欺事件で逮捕歴のある人物であり、エスミはその男性の部屋に6時間にわたり滞在していたところも見られている。それでも、不倫関係はない、とエスミは主張した。幼い子供に記者さんの要件を聞いておいて、こんな話も聞いたことがあります。ある週刊誌がエスミの自宅に引退の真相について突撃取材を試みたところ、インターフォン越しに出たエスミは、 幼い子どもに玄関を開けさせ、家の奥から記者さんの要件を聞いといてと言っていたとか、ちょっと信じがたい話ですが、今回のフライデーの直撃取材に対しては、私マスクしていない方が全然良いのでとわざわざマスクを外して撮影に応じ、撮られた写真をその場でチェックしたという。 直撃された芸能人がそのような対応したという話はあまり聞かない、江角さんは売れっ子女優だった時も、今のような言動はあったのかもしれません。ただ、その当時は大手事務所に所属し、スポンサーも気を使うでしょうから、彼女の言動や主張に関してはどんなことでも OK が出ていただけかもしれません。 エスミの生き方の「自然体」と一般的にイメージされる「自然体」はどうもズレがあるようだ。